みなさんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンの時間です。今日の食材はさくらんぼです。中からジューシーさくらんぼ白玉のさっぱりフルーツポンチ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。さあ本日はさくらんぼ白玉のさっぱりフルーツポンチ。まずはさくらんぼのヘタと種を取り除きます。おいしそう。さくらんぼは初夏を過ぎる代表的な果物で、ハリのある皮と弾ける果肉、程よい甘みと酸味のバランスの良い果物です。鍋に水、グラニュー糖、アガー、紅茶ティーパックを入れ火にかけます。沸騰したら火を弱めて1分ほど加熱。あとは容器に入れて冷蔵庫で冷やしたら紅茶ゼリーの出来上がり。次に白玉粉に水を加えよくこねていきます。弾力が出てまとまってきたら一粒サイズに分け、中にさくらんぼを。これは食べるのが楽しみですね。そして沸騰したお湯で白玉が浮いてくるまで茹でていきます。 2,3 分ほどで白玉が浮いてきましたよ。あとは冷水にさらし冷ましておきます。お湯、ワインビネガー、グラニュー糖を混ぜたシロップをボウルに入れ、そこにカットした紅茶ゼリー、お好みのフルーツと茹でた白玉を加えます。あとは炭酸水を注ぎ入れ軽く混ぜ合わせたら、中からジューシーさくらんぼ白玉のさっぱりフルーツポンチ出来上がり。さくらんぼの酸味と甘さが白玉団子の中で弾けるフルーツポンチです。紅茶ゼリーの清涼感とワインビネガーを入れたシロップがアクセントになって、さっぱりとっても美味しいです。ぜひシーズン中に作ってみてください。バニラアイスとも相性抜群。